皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター続きをやっていきます。で、風水矢を仲間にしてバブイルの塔に入りましょうということなんですけど、これ地球に着いたら即イベントが始まるんですよね。ちょうどいいとこに降りてきたな。バブイルの塔が遅かったか。何、バブイルの巨人が誕生する。ちょっとだけでかくなってる。でもよくよく考えればこれもめちゃでかいよね。だって山何個分っていう。普通に山を踏み潰してるし。でも山ばっかり破壊してんな。邪魔だからかな。全長何メートルだろう。何メートルって話じゃないよね。30メートル級じゃ済まないよね。ひどい。畜生。どうしようもないの。あれは。こんな戦車一発で終わりだろ。そういえばさ、これ思ったんだけどさ、ジオットが出てきて、ヤンがいるんだけど、ヤンのイベントやってねえや。やる前に起きてしまった。まあいいや、包丁などいらん。圧倒的な火力を持って戦えばいいだけだ。足元にしか攻撃できてないから届かないんだろうな、きっと。文字通り足止め。エンジン全開。こいつらまた駆り出されてんのか、弟子たち。技術者でもあり戦闘にも駆り出される。超かわいそう。パロム、てかパロムのメテオでなんとかしろよ。ギルバートはいらない。君はいらない。飛空艇こんないっぱいあったんだって感じだよね。まあもともとでもオープニングで何台だった、あれ飛空艇5台くらい引き連れてたよね。今のうち内部に入る。やつの心臓を叩く。シード頼む。弾がどれだけ持つか。奴の口に近づく。誰じゃ。ジジイばっかだな、このゲーム。月の民。わしを誰だと思っている。飛空艇の人。この中をでもかいくぐっていくなんてすごいよね。そしてこいつらだけ下ろすんでしょうか。さて中へ行きますか。サーチャー、バハムートで一撃であれば助かるんだけどな。メガフレア、最近普通に敵が強いからね。いける。9900以上のヒットポイントがあるときつい。もうリバイアスの出番はないからな。てかシルフとかさ、そもそも出番ないからね。弱すぎだろもう。手裏剣、風魔手裏剣をね1個持ってんだよね。まあ言っちゃえば風魔手裏剣とか買えるし。でレベル上げしたの序盤だから思ってたよりも金がない。そもそもこれ3000円しか入んないんだ、今の敵倒しても。攻撃される。ビーム、メガフレアがやはり強い。メテオよりコスパがいいかな。カンストするんだったらもうメガフレアだよね。メテオがいらない子になってしまった。エーテル、前回割と使っちゃったかんね。まあ月には実はまだ町があって、町というか村というかなというか、そこで結構貴重なねエクスポーションとか買えたはず。エクスポーションとか全然使ってないかな。
右に宝箱があるんで、ちょっと先にこれを回収して、余市の矢だった今。余市の矢の方か。命中率100、さすが余市。アラーム。ここでは使わない。メガフレア。いや、めちゃくちゃコスパがいいな。全体メガフレア。単体フレア。てかメガフレアも60だからね。巨人の腹。めんどくさければ、メガフレア連発でもいい気がする。10くらいだったら、そんな変わんないでしょ。瞬殺。2万。リディア。よし、知性が上がっている。どっちだ、右に宝箱あるか。そうなの、いや、貴重なアイテムばっかりだな。まあ、ヒットポイントはどうしてもリディア低いからね。って言ってもエッジより高いか、レベル的に。さて、このまま進んでいって、もう機械兵しか出てこねえな。バハムフトも忙しいよね。わざわざさ、月中のさ、あの洞窟からここまで飛んできてるんでしょ、毎回毎回。風水とか全く分かんねえし、もう。内部の通路って。もはや V ですらない。ちょっとエッジが集中攻撃かってんだけど、ビームの。もうリディアのさ、近く飛んでてくれよ。モンスターラストアームターゲッティングメガフレア。何リディア、ちょっとマジックパワーが足んなくて、あと2回唱えらんないんだけど。エリクサー、ま、エリクサーはあれ、なんでこいつこんなとこにいんの、意味がわからん。これ1回唱えれば左の結界でコテージ使って寝よう。え、マジでなんでこいついるの。あ、売ってるんだ、手裏剣。攻撃力40、ファイラさんとしていらねえし。なるほどね。一応コテージがあれば、積んだとしてもレベル上げればなんとかなるよみたいな配慮がされている。素晴らしい道具が売ってるわけでもなく、必要最低限の道具が売ってるだけ。じゃあ行ってくるよ。吹き抜けで、ここで来るんで、ちょっと中断セーブはかけて。ゲー、敵が出た。巨人兵2体、メガフレアで倒す。何、9999で倒せない。巨人兵系は強いな。120使ったか。ローザレベルアップ。精神が上がってくれればいいかな。で、まあ、エーテル使っちゃうか、2つくらい。これでいきましょう。あ、回復してくれんだった、ルビカンテがいるから。忘れてた、待ちかねたぞ。巨人は止まらぬ、お前たちはここで屍となる。四天王ゼムス様より授かった命でお前たちを殺す。また戦えるとはな。だが前の戦いでお前たちに教えられた力を合わせるということを、さあ回復してやろう。これさ、一番最初ガチで4人一斉に相手にするかと思ったからね。持てる力の全てにかかってこいって思ったらさ、1体ずつだからね。1100とか食らうな。防御間違えた。これはもうクリアでいいでしょう。ゲッ、回復しやがった。やるじゃないか。手あるガッと蹴散らない。1200とかちょっと早いんだけど。じゃあ回復
だな。ケアルが。てか、なんでさ、これさ、ホーリー敵に撃ってさ、その後白魔法味方にやろうとするとさ、敵にターゲッティングが合ってんだけど。変わった。弱点とかどうでもいいからね。無属性、イズパワー。6000、まあ悪くない、悪くない。で、攻撃1回でさ、これなんか怖えな、ホーリー撃つの。バーサク来ないとだよ。頼むあとは。もうセシルとエッジは攻撃するしかないからね、はっきり言って。あとよろしく。でフレア3500、まあまあまあ、バルバリッシュフレアバーサル、あと1回しか空数やフレア唱えられない。ルビカンテより残しとくか。こいつはトルン6、怖いよね。一気に瀕死になるからな。じゃあどうしよう。げっ、もうすでにルビカンテになった。となればよ、ペイストだな、セシル。3400、2600、フレア、これで終わりそう。ザ・ベヒーモスの方が全然強いんだけど。ベヒーモスはマジで強かった。あいつは久々に歯応えのある戦いをさせてもらったよ。こんな四天王なんかより。経験値も少ないし。ゼムス様、今一度。またも敗れるとは。我々の乾杯だ。回復してくれ。風水屋のマジックパワーがない。一回帰ろう。ここで寝て。コテージ。あとは一番奥の敵を倒すだけ。フレア攻撃。いくつ ?1 万くらいか、ヒットポイント。いやらしいヒットポイントをしてるね。力、体力、悪くない。制御装置、巨人の心臓部制御システム、でけえ。制御システム本体よりまず防衛システムを叩かなければ回復をされてしまう。そうなんだよね。こいつか、厄介なのは。で、また例によってバーサクだな、2人は。コマンド入力がめんどくさい。で、こいつもバーサク要因にしよう。バーサクヘイスト要因。で、バハムード。ゴリオス。リフレク。無駄だ。で、ただこっからは、リディアを生かさないといけないから、どんくらい ?2700 か。物体 100K、 いきなり来た。で、正直レイズでいいんだよね。3500で、ヘイストかけて、で、バハムト。で、一応ヘイストをリディアにかけとこう。倒した。5万か。まあまあの経験値じゃないか。風水はもうヒットメイト20くらいしか上がんねえ。
てエッチ。やった、動きが止まった。おのれ、よくも巨人を。お主はなんだ貴様。お主自分が誰か分かっておるのか。目を覚ますのだ。これも何をしたんだかよく分かんないしね。ゲッ、倒れてるし、なんか死んねえけど。私はなぜあんなに憎しみに駆られていたのだろう。自分を取り戻したか。父の名を覚えているか。父クルーヤ。なんだって。セシルの兄貴。ゴルベーザは僕の。ゼムスのテレパシーで利用されていた。クルーヤの月の民の血がそれをよりそれを増幅していた。兄弟で戦うなど。じいさん、僕は兄を憎み戦って、もしかしたら逆の立場かもしれなかった。僕がゼムスのテレパシーを受けていれば、それが私に届いたということは、少なからず私が悪しき心を持っていたか。ゼムス、私自身が決着をつける。待て、ゼムスも月の民、私も共に行こう。意外に元気。さらばだセシル。どうやって月へ行くの。そもそも魔導せなきゃ月に行けないんじゃないの。いいのかよセシル。あの人死ぬつもり。お兄さんなんでしょう。やべえ、逃げない。何してんの。出口はこっちだ。カイン、話は後だ。死にたいのか。早く。これどこに繋がってんの。そもそもこの扉は。どっから出たんだかよくわかんない。結局やっと自分の心を取り戻すことができた。当たり前だ。ゴルベーザが正気に戻ったから術が解けた。ゴルベーザはセシルの兄だった。ゼムスという月の民がゴルベーザの月の民の力を利用していた。ゴルベーザはゼムスを倒しに風数やと月に向かった。どうやって。そこマジでどうやってなんだ。俺もこの借りはゼムスとやらに返さねばなかな。人たちは浴びせなきゃ気が済まねえ。月に行く。ローザとリリアは残るんだ。この二人が一番主力だからね。セシル、何を血迷っているんだお前は。今までのリリアとローザの力を見てこなかったのか。言っとくけどセシルはこの二人より弱いからね。それをわきまえてろ。とりあえず一旦月に行くけど、すぐ戻ってくるから、エクスカリバーとか回収しないといけないから。行くぞ。こいつはさ、どこにいたの。宇宙空間にいたんじゃないの。いや、どっちかっていうとセシルが守られるだろう。これはみんなの戦い。幻獣たちを呼べるのは私だけ。で、ちょっと待って、戻ります。
で魔導船だと地底に行けないから乗り換えなきゃいけないんだよね。しかもファルコンにバブルの近くにいたから家いねえし、あ、もともとここにいたのか。魔導船なんてさ、月に行くためだけしか利用価値がないからな。大層な飛空艇だけど。ではだって名前なんだっけ、クロロ、クロロルシルフルのところへ行きましょう。じいさんだけどククロだし、聖剣エクスカリバー完成。大層な音楽だ。ではセシルに装備させよう。ディフェンダーからエクスカリバー、防御が下がる。まあそれはディフェンダーはね、防御だからね。てか強い、105から160もあるからな。師匠に負けない鍛冶屋になる。生き生きしている。あれ風魔手裏剣とか売ってくんなかったっけ。一回出ればいいのかな。あ、いたいたいた。こんなものまで作った。風魔手裏剣1個5万円。余一の矢は持ってるからな。これを、まあ何個か持っていくか。買うだけ買う？いらないからね、お金なんて。18個しか買えない。まあしょうがない。武器屋のマークがついてたな。すべての金を使い果たし、月へ行こう。回復アイテムとかは特にいらないしね。でこっちか。あとやることはない。いざ次へ。あと武器と防具全然売ってないから、最悪売ればまた金にはなるでしょう。まあ、風魔手裏剣18個で十分十分。ラストダンジョン敵が強いんだよね。ただで行きたいのがどこだっけ。ここ行ける、行ける行ける行ける。ハミングウェイの住みか。でハミングウェイ一族、名前の変更、何のことでございましょう。昔船を発明して青き星へ降りた仲間がいる。あだ名をつけるのがうまかった。こいつら自力であれなのか。あれ誰かがね、道具屋だった気がする。あ、いたいたいた。でエクスポーションも売ってないのか。エリクサーが売ってんのか、たっけえけど。懐中図鑑も売ってる。アラームも売ってる。アラームか、2個はここ買えるし。さてそれではとりあえず月の地下渓谷に行くところまではやりますか。で、あっち行くのがめんどくさいんだよね。なんか洞窟の上に降りてるけど、階段の上に降りた方が数歩早い。てかカインのレベルがやべえことになってる。84、かなり強い。で回復させて、これ両方行かなきゃいけないのか、めんどくせえな。でそもそもさ、この真ん中のやつ何のためにあんの。風数屋が降りてきたとこ。風数屋専用装置かな。変わってるこれ。バブリの塔の封印が解けた。ゼムスのところまで行けますと。この下にはかつて月の民を脅かした強大な力を持つ武器などもゼムスと共に封印してある。
中心核を導きましょう。中心核を目指すのです。月のクリスタル、ゼブスと我々のシネハの間、ものすごいエネルギーに満ちています。我々は内部からゼブスのシネハを中和するのが精一杯。先ほど風水屋とクルーヤの息子が中に入っていった。もう随分経っています。あと中心核へ通じる道に導きましょう。というわけで月の地下渓谷に来ましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。